グランドオーダーカルデアラジオ局。皆さんこんばんは、高橋理恵です。田中みな実です。この番組は現在配信中のスマートフォン向けゲームフェイトグランドオーダーの最新情報はもちろん、私たち二人がゲームの楽しさ面白さをその身を捧げて探索し皆さんに伝えていくラジオ番組です。はい、本日も収録版でお届けします。はい、前回は100回目でいろいろなお祝いをしていただきました、ありがとうございました。いや、今日からね101回目ということで、そうですね、気持ち新たに新規一転新規一転何ができるか。あ、これがちょっとリエさん作そう、101回目にしてカルデアの備品としてさっきあの頑張ってペンで書いたんですよすごい、ちょっともう商品化待ったなしのティッシュ売る売るあの番組グッズ箱ティッシュあのやっぱね、あの涙欠かせないやっぱフェイト FGO ですから。でもさ、ティッシュのさ、はい、この紙の部分にさ、なんかこう星さんとか書いてあったらさ、今日の占いみたいな感じ。あ、いいですね。なんか、うん、一昔前にありませんでしたっけ、なんかそのなんかトイレットペーパーとかでよくイラスト付きのやつあるけど、まあ、でもそういう感じ、せっかくティッシュ売るなら何かしらこの召喚とかに交えてやりたいですよね。それだったら700円ぐらいであどんどん値上がりできるね。じゃあサーバントの絵柄も入れて、あー、サーバントを召喚をする。じゃあ1000円ですねでもサーバントで花かめる、あー、飾る飾るか飾りましょう、まあ、そんな相変わらずなトークで101回目をお届けしていきたいと思います。まあね、あのリオさんの、はい、絵が、そうです、そうです、ね、こちらもすごいリツイートされて、うん、なんか番組ツイッターのフォロワーさんもかなり増えてきましたと、あらら、そうなんですね、なんと10万フォロワーさん、え、すごい、マジかみたいなんですって。そうなんですね、すごいですよ、嬉しい、嬉しい。特にね、この番組のねツイッターは特にほらリツイートしてさ、あの石配布とかないじゃん。そうですよ、よくフォローしてくれたよね。本当ですよね、本当利益ない、確かにツイッターですよ。今すごい10万マジかと聞いて、とてもすごいことだと今本当です、しております。本当にもういいことないのにフォローしてくれてね、ま、我々の写真とかね、あのアップされるんで、それをでも10万人の方が楽しみにしてると思うと嬉しい、本当にありがとうございます。